こんにちは。さすがのすです。朗読を始めます。谷川俊太郎。生きる。生きているということ。今、生きているということ。それは、喉が渇くということ。木漏れ日が眩しいということ。ふっと、あるメロディーを思い出すということ。くしゃみすること。あなたと手をつなぐこと。生きているということ。今、 生きているということ。それはミニスカート。それはプラネタリウム。それはヨハン・シュトラウス。それはピカソ。それはアルプス。すべての美しいものに出会うということ。そして隠された悪を注意深く拒むこと。生きているということ。今生きているということ。泣けるということ。笑えるということ。怒れるということ。自由ということ。 生きているということ。今、生きているということ。今、遠くで犬が吠えるということ。今、地球が回っているということ。今、どこかで産声が上がるということ。今、どこかで兵士が傷つくということ。今、ブランコが揺れているということ。今、今が過ぎてゆくこと。生きているということ。 今、生きているということ。鳥が羽ばたくということ。海はとどろくということ。カタツムリははうということ。人は愛するということ。あなたの手のぬくみ、命ということ。以上です。ご視聴ありがとうございました。ではまた。